で、クルージング寒く、寒かったんですけど、そう、寒かったけど楽しかった。楽しいが勝ちました。ありがとうございました、昨日は。かわいい、嬉しいプリンちゃん、ハート。ユニバーサリーさん、ハート。ありがとう。こんばんは。ピキヤくん、タンタン、ありがとう。連休中、連休。最高に楽しかった。嬉しい。よよよのよさん、ありがとう。嬉しい。ありがとう。クルージングはあのパター対決って言って、あのゴルフ対決みたいなして、あのファンの皆さんと戦って、アクスタ、ファンの方が勝ったらアクスタゲット、私たちが勝ったらスタバの剣ゲットみたいなゲームしたり、最後 2.5 期さんとみんなでカラオケしました。ゆうのやさん、ありがとう、嬉しい。クレンジング、お、ヤマピーさん、リュッチのアクスタゲットしたそうで嬉しい。銀太郎さん、ありがとうございます。ゆうのやさん、ありがとう、嬉しい。銀太郎さん、ありがとう。夢の国行きたい。リアちゃん、めちゃくちゃ夢の国行きたい。ね、マイキューさんに伝えていってください。一緒に行きませんか。りんたろうさん、ありがとう。ゆやのやさん、ありがとう。イエスキーさん、風船ありがとう、ありがとうございます。リデンさん、ありがとう。イエスキーさん、風船ありがとう、嬉しい。ありがとう、ボール。ナリバーさん、ハート。ハルさん、ありがとう。エスケさん、ありがとう。セトシさん、ありがとう。目線、いや、ありがとう、タンタン。嬉しかった、来てくれて。嬉しい、今日ね。大人っぽい服装にしてみました。ヒラリンハットさん、ピロピロさん、結婚して。法的に無理。今日もか、嬉しい、ナナシさん。みえちゅん、でちかわいい。明日は服フェス。アルバムゲット、嬉しい。こちらこそ嬉しかった。タンタン、ありがとう。タンタン、ありがとうございます。横浜港でもやろう。そうだよね、本当は寒い中来てくれてありがとうございました。昨日横浜港でもぜひ。マライオンさん、ありがとうございます。いつもと違う感じ。確かにリュウチュ最近ね、髪巻いてなかった、前髪巻いてなかったからかな。今日はちょっと巻いたのと襟をつけてみました。お疲れ様でした。タッポかわいい、ありがとう。チューさん、かわいい、ナイクルらしい、嬉しい。高尾ボニオさん、またいつかお待ちしてます。チュー、ディディ、なんかどこかで聞いたよ、昨日の配信、ひびきちゃんの配信でレジュちょっと出たんだけど、昨日はありがとうございました。こちらこそ。頑張れってさ、ミラーボール、ありがとう。かわいい、ありがとう。ハート、明るいけど確かに自然光かもしれない。自然光、頑張れってさん、ありがとう。サンジャン、お疲れ様。風邪ひいてないですか。からし大根さん、あ、トシサタ、トシサさん、ありがとうございます。写真投稿してくれて嬉しかった、ありがとう、ありがとうございます。受け継いだ一応お嬢様キャラじゃないよ。そう、前髪を巻いてみました。レッツが一番 DD じゃないよ。自然光中、嬉しい。かきくんワイプさん、気になってます。本当嬉しい。タンソンさん、タコ、チュール、チュール、ちょっとね楽しい、チュール楽しい、大阪リアル嬉しい。楽しみにお待ちしてます。ありがとう、楽しみ。フルリー完璧でした、本当タンソンさん、ハート、ありがとう。ノブローさん、ありがとう。今日も可愛い、嬉しい。
まさかのね歌がなかった。そう、ひーちゃんありがとう、やしけいさんありがとう、千万両、まいたみさんハートありがとうございます。まさかの、そう昨日の 2.5 期さんと3期生で最後カラオケしたんですけど、そうなんかリクエストソングみたいな、皆さんがリクエストしていただいた曲を歌う感じだったんですけど、月と僕と新しい自分っていう、ひーちゃんと私、折り面が折り面でやらせていただいてるんですけど、リクエスト曲にあってこれ歌おうってなったんですけど、なくて、そう歌えなかった話。まやたみさんありがとう、バラ、こんにちは、こんにちは、お疲れ様です。はじめまして、カルージュさん、リアチュームチュ、お昼まだ食べてない、お腹空いちゃった、お腹空きました。ヤシフミさんありがとう、今日、え、嬉しい、自然子のおかげだ、ありがとうございます。え、ラッキー、決勝知ってるとおしゃべり、え、リュウチュー、あの、好きです。まるで愛の化粧さ、長い時間かけながら、もっと好きになって形ができてゆく。キムカ、嬉しい、キムチ鍋、え、昨日ね、リュウチュー夜ご飯キムチ鍋でした。キムチ鍋頑張れてた、音符ありがとう。レチの間に使ってないの、まだ。ピロピロさん、オナピータン、クマありがとう、クマ、ありがとう。好きな曲スタジオ、あ、そうなんですね、清楚率、そう嬉しい、ありがとう、嬉しい、用意してもらいたかったね、特に可愛いなんて、ありがとう。クラムチャウダー、ちょっと今度見てみます。マクウライさん、バラありがとう。今日のお昼は、お、おじや、いいね。マクウライさん、バラありがとう、月の間に疲れないかな。ソイミルクさん、クラッシーさん、ありがとう。明日は福フェスあります、福フェス東京でお待ちしてます、楽しみ。こんにちは、実は昨日ナイクルはリアチューで申し込んでました。本当ですか、クエスト行く、楽しみ。ちょっと今日の夜振りとか確認して頑張ります。今日もチューチュー、かわいい、ありがとう。立ち位置偏り、そんなにない気がする。やれてしまいました、広島まで帰ってこれたら、確かに頑張りやちゅん、かわいい、ありがとう。ひごさーどさん、りやちゅんいてほしかった、さらに、え、嬉しい、
りょうかなさんありがとう。千穂さんのえりゅうちゅ千穂さんのオープニングアクト見たいです。見れるかな。今日お姉さんか、本当お姉さんえりのせいかな。あと自然光がいい感じなのかもしれない。自然光浴びてる。立ち位置了解しました。あ、でもちょっとねもう一回確認してメールとかに書きます。自然光明日はよろしくお願いします。今日も可愛い社会人戻って皆さん応援してます。そうだよ、みんな可愛い。会場の2階から、あ、そうなんですね。リップも可愛い。ドゥームズデイは順調に、どうだろう、いい感じかな。たくさんね、フーブンさんありがとう。ウェルカムコメントって、お、確かに妹感がある。本当？いやちゅん、こんばん、こんにちは。お昼ご飯食べましたか？よろしくマンモス。お昼ご飯なんか空いちゃった。今戦力130万とかかな、リアチュだけだと。え、でも頑張らなきゃと思う。ちょっと頑張って戦力上げます。嬉しいことありがとう。カレーライスいいな。カレーライス食べたい。何食べようかな。え、今から楽しみ。楽しみ。170万すごい。夜中今日の朝ごはんはヨーグルトにバナナ乗せてフルグラ乗せて食べました。あと冷凍パイナップル食べました。そう、昨日クルージングだったんですよ。寒い中本当にありがとうございました。はちねさんありがとう。新鮮、え、ありがとう。まいたみさん、そう、セブンイレブンさんに売ってる冷凍パイナップル。はちねさんありがとう。クルージングは寒かった。おしゃれな女子が本当にこんにちは、来てくれてありがとう。遊びに来たよ、ありがとうございます。こちらこそ。パイナップル、あれはしんちゃん、ダメです。パイナップル食べました、今日朝ごはん。チパンクさんありがとう。ボールでちむち、こんにちは。クルージングありがとう。衣装で寒かった。え、でも昨日はね、あのベンチコートも用意されてたんですけど、私が着なかった理由としてちょっと正規メンバーさんの衣装は結構かわいいというか、ひらひらもついてて、なんかベンチコート着ちゃうともったいないかなと思って、せっかくね目の前でめっちゃ近くで見て、ファンの方が見てくれるからベンチコート着るのやめました。あまあまりんご、あ、おいしそう。パイナップル食べたくなる、わかるね。ナイクルさんか、ありがとう。 SB 来てくれて嬉しかった。あ、ダリンさんありがとう。ボールありがとう。らしい、そんなことないよ、嬉しい。いや、みんなもめっちゃ渡しちゃって本当に申し訳なかった。寒いとこで段取りがね、なんかカラオケの前とか段取りがうまくいかなかったらしくて、準備とか。チュッチュカミ、ほんと？
ちょっぴり寂しかった大人がから。リーチあまりね、聖騎星さんの衣装を着ることがあまりないので、ちょっとみんなに見せアピール素敵でした、嬉しい。リーチさんハートありがとうございます。半袖で言っちまった、はい、しまった。めちゃくちゃ寒そうだったの、黒と白の。後悔してる？また話しましょうね、いつでも。ゆっくりでいいんだよ、楽しみ。あとありがとう、正規さん、リチも正規さん、こんにちは。誰の衣装？え、さこさんだった気がします。さこさんの衣装をお借りしました。リアッチョに夢中、ハッシュタグ中。確かにめちゃくちゃ待機時間長かったよね、ごめんね。上にしか見て、え、おしゃれ、本当ロゴ入りです。あのスペイベでも来ました、スペイベでも来ました。さこさんの衣装をお借りしました。さこさん、いや、あの洗濯のね香りです。あとありがとうございます、リアチに夢中、こんばんは、こんにちは。今返信来た、今返信来たんですけど、マイキューさんの舞台難しい難しい難しい連絡が来ちゃった。涙。トシヤさんありがとう、タッポさん、ユウさんありがとう。うつらい。うちマイキューさんの舞台を見に難しいかも難しいかも。トマトポさんありがとう、舞台を見に行きたいって言ったんですけど、アイドルスター終わった後に、そう行きたかったんだけど難しいかも、辛い、悲しいだけ、見られないってこと。え、私はでもあの多分アイドルスター終わった後多分みんな帰るんだけど、多分そのままいるのが多分難しいっていうこと。私は一人でプライベートで駆けつけたいですね。ゆきまやさん、ハンバーグさん、ありがとう。多分あの東京とかアイドルスターとか終わった後なんか泊まりではない限りなんかみんな帰るって感じなんですよ。なのでそのまま多分いることが難しいそうで、ユーチューはマイキューさんの舞台を見に行きたいので、そう団体行動、そうなので普通にプライベートで行きたいですね。ハンバーグ大好きだらさん、ありがとう。いつも睨んでますか、狩らないときは。え、なんか難しいかもって返信来て、難しいかも、残念、悲しい。そう、アイドルスター終わってそのまま一回泊まって行こうかなって思ったんですけど、自腹でも、え、全然行きたいです、マイキューさんの舞台ならいくらでも。
時間がないね。難しいかもってなんだ。難しいかも、可能性はあるかもしれないってことかな。ちょっと可能性を願っときます。一人度胸、ちょっとそれも悩みどころなんですよ。あの一人で東京行って迷わないかってことも心配です。キュッキュさんありがとう。そうマイキューさんの舞台東京、そうかも。あの池袋駅で降りたら池袋駅まで行くのが案内してください。本当に結構案内していただきたいですね。ビッグエルさんありがとう。かのうちゃん案内してください、お願いします。ビーチ、昨日ありがとうございました。クルージングありがとうございました。案内してください。複雑なんだ。あ、そうなんだ、そうなんだ。ちょっとリア中結構行きたいです。 Google マップ使えば楽かな。まあまあ危険一人で歩くのはレベルが高い。千穂さんに案内して、千穂さんに案内していただきたいです。千穂さんとマイキューさんの舞台見に行きたいですね。千穂どんさん、東と西だ。ああ明らかめだ、わきわかめだ。わきわかめだ。昼間なら構造だと行く前、地図が夢。藤谷さん、ありがとう。歌い数目指そうにゃ目指そうにゃ。結婚して大月に無理。どうしよう。泣いてたぞ、ありがとう。くまくまさんありがとう。くまねパパさん風船ありがとう。かわいい。結婚して法的に無理。ジジイありがとう。当日で大阪、確かにリアちゃん夢中、かわいいだけじゃダメですか。ダメですか。ダメるところもあると。確かに行きたーい。明日福S でちょっとマネージャーさんとかいると思うので聞いてみます。あ
ちさん頑張れっとさんありがとう。いいね今日ね。なんかあるよね、可愛いだけじゃダメに決まってんだろうっていう TikTok を前見たことがある。あとありがとう流れの、え、わかる、可愛いリチ夢中、いけるといいね、本当に行きたい。行きたいよ。ヘイキーさんありがとう。しいたけ、雪狼さんかわいい、ありがとう。一人で、でも自分も怖いんだよね、世界を救う、本当迷う。10分以内、え、そうなんだ。でマリアちゃん一回ね池袋行ったことあるから。ハルピチーズありがとう。でもね、あの前池袋でご飯食べたことがあって、でホテルまで歩いて帰ったんですよ、夜10時ぐらいに。やはり怖いでした。ホテル着いて池袋周辺のでご飯食べて、帰りが一人だったからホテルまで帰るの怖かった。10時ぐらいまで走って帰った。無視します。無視できるかな、危ねえですか。マースさんありがとう。夜の記憶、そうなんだ、そうなんだ、走って帰りました。治安、あ、そうなの、ゆうちゅうめちゃ、え、嬉しい、怖い、無視できない、え、ちょ、戸惑っちゃうよ、あーあ、あ、あ、どうしよう、少し気をつけね、怖くなってきちゃ、でも舞台何時からなんだろう。ハートありがとう。でも観光したいな でもプライベートで行くなら観光もして帰りたい。ST40 でありませんか、めっちゃおはよう。そうなの、池袋そんなに治安が、なんか普段お仕事で東京来る時とかは観光とかできないので、プライベートとかで行く時は思う存分観光したいですね。いいよしのひ、ヤスベイさんハートありがとう。ヤスベイハートありがとう。ありがべえ、西、そうなの、サンシャイン行きたい、行きたいです。何が見、でもなんだろう、東京観光したいかも、浅草とか行きたい。金曜土曜昼2時でも夜は危ないのかな、富士急ありがとう、静高くスクショしとこう。ゴルフしたかった、したよ昨日、裏通り行かない、
プラネタリウム、行きたい。浅草はお餅食べたい。なんか映えそうなお餅。登ったことないかも。ロケ立教大学ゴルフ楽しかった。ゴルフお昼がいいかも。リエチゴルフね、あのおじいちゃん家の絵2階にあの昨日会ったみたいなやつがあるんですよ。なんか長方形の芝生みたいな、それでたまに遊んでた。だから結構楽しかったです。黒い天丼食べたい。パターゴルフやったことあった。なんか おじいちゃんってパットバットゴルフ、バスツアーで行ってた。行きたい。船の中やったの？そう、船の中。豪邸じゃないよ。豪邸じゃないよ。弥勒の里？とりあえず一回配信終わって、また配信ちょっと気まぐれで適当に始めるのでダミに来てください。気まぐれ配信。13位、はるさんありがとうございます。12位チャンソンさんありがとうございます。11位マクフライさんありがとうございます。10位まやたみさんありがとうございます。9位ユナイテッドさんありがとうございます。8位ゆうちさんありがとうございます。7位くまねパパさんありがとうございます。6位ビッグエブさんありがとうございます。5位コビニヒキーさんありがとうございます。4位ヤスケさんありがとうございます。3位オノピータンありがとうございます。2位ハンバーグ大好き太郎さんありがとうございます。1位はガンバレットさんです。ありがとうございます。アリガンバレットさんありがとうございます。配信ありがとう。こちらこそありがとうございます。見に来てくれてありがとう。またね。バイバイ。スクショタイム行きますね。ありがとうございます。じゃあまたね。バイバーイ。